どうも、ダイスです。今回は、ブラックフライデーから続くホリデーセールで買ったものを全部紹介したいと思います。いろいろちょっと溜まってるんで、ちょっと長くなるかもしれませんけど、オリジナルのプライスと買った金額を比べて、どのぐらいお金がセーブできたのかっていうことをちょっとアメリカの生活が見えるために、ちょっと紹介していきたいと思います。まずは、サプリメントですね。今回、使ったウェブサイトが、このbodybuilding.com ですね。ちょっとbodybuilding.com って聞いて、ボディービルダーのためのものなのかなとかいうふうに思うかもしれないんですけど、いや、そんなことなくてですね、いろいろ、このサプリメントはどういう効果があるよとか、結構あるんですよね、説明があって。で、結構、エビデンスというか、論文も掲載されてて、結構使いやすいウェブサイトですね。僕も結構、10年以上前から使ってて、まあ、必ずしも安いわけではないんですけど、まあ、Amazon とかと比べて安いものがあればこっちで買うって感じにしてます。で、今回買ったのがまず L-アルジニンですね。まあ、アミノ酸の一つで、1500のやつで買って、これが、元値が15ドルで、それが10ドル50なので 30% オフですね。で、次に、まあ、これも BCA ですね、アミノ酸。これが、22ドルが15ドルくらいになって 30% オフ。これも 30% オフで。次に、結構いいディールだったのが、フィッシュオイルオメガ3ですね。これが、オリジナルが27ドルなんですよね。で、これが1つ買うと1つ出てくるっていう、バイワンゲットワンフリーで、買いました。なので、まあ、1つあたり 50% オフですけど、まあ、一つはフリーについてくるって考えてもいいかなと。で、次が、もちろん、ウェイプロテインですね。これ、まあ、アイソレイトのウェイプロテインですね。これが、量が、5パウンド、2.27kg。このプロテインが、元値が85ドルが60ドルになってるので、30% オフ。で購入できました。で、結構買ったんですよ。なので、このさっき言ったbodybuilding.comからシェイカーですね、この下にこう穴が開いてついてるシェイカーと、なんかサンプルキットですね。この中にはエナジーブースターとか、アミノ酸とかプロテインのサンプルが入ってます。まあ、元ね、この価値が15ドルとか7ドルぐらいのがついてきました、ね。これ以上が、サプリメントですね。次が大物というか、重いもの。よいしょ。これがフリンジというところで買った、オリンピックプレートというかウェイトプレートですね。僕の動画見てくれてる人は分かると思うんですけど、ホームジムが僕あるんですよ、ジムに。ガレージに。そこで、ちょっとウェイトプレートがもう足りなくなったなと思って、今度はバンパープレートを買いました。中身はこんな感じです。ちょっと反射してみにくいけど、ブラックで、これはバンパーで、ドロップしても結構大丈夫な、プレートですね。45パウンドのプレートをペアで買ったんで、これが2枚。で、オリジナルの値段が230ドルなんですけど、それがまあ 5% オフですね。で、シッピングフリーで220ドルですかね、になった感じです。結構お買い得だなと思いました。シッピングフリーでですね。で、これまでは、物を買ったんですけど、今回、服系はですね、チャンピオンで買いました。ずっと欲しかったリバースリーブのスウェットなんですけど、フーディーですね。フードがついたチャンピオンのフーディー。僕は175センチの70キロぐらいで M を買いました。で、黒ですね。で、奥さんのは、同じリバースウィーブのフーディーで、サンドウッドレッドという色、結構渋い色だったなと思います。それと、フーディーの値段がですね、元値が50ドルで、安くなって30ドル、40% ぐらいオフ。で、もう一つ、もちろんこれも、リバースウィーブ。スウェットパンツじゃなくて、ジョガーっていうやつですね。リバースウィーブのジョガーで、下がつぼも
これも、まあ、違う動画で、また細かくレビューしていきますけど、ジョガーが60ドル、大人以外ですね。それが36ドルで買って、これも 40% オフで購入できました。次に、説明していくのがキャンプ用品なんですけど、使ったウェブサイトがバックカントリーっていうウェブサイトなんですね。リンク出してますし、概要欄に、載せますけど、でここのウェブサイト結構いろいろキャンピングだったり、ハンティング、いろいろなそのアウトドアの、用途によって、商品を紹介してるんですよね。で今回、いろいろちょっと紹介していきたいんですけど、後々また細かくレビュー出してきますので、今回ざっと、商品何があったのかと、どのぐらいで値段ですね、買ったのか、セーブできたのかっていうのをちょっと紹介していきます。まずはじめに、コーヒーやっぱりキャンプに欠かせないんで、こっちかな。ポアオーバーセットですね。これ、上下に分かれてる。だって結構レビューされてるんですけど、こういうふうに、下にマグがあって、マグ自体でも単品で売ってますけど、あと上にこういうフィルターがついてるんですよね。セットで、35ドルが28ドルで 25% オフぐらいですね。それとコーヒー関連で言うと、こういうどでかい、ずぶといマグですね。これが、アドミラルズマグですね。アドミラル、確か、海軍で言うと提督とか大将とかいう意味のアドミラルごついマグですね。また細かいレビュー出しますけど、どのぐらい量が入るとかですね。これが、タフトゥーティップっていう名前なんですね。が31ドルか23ドルで、だいたい 20% オフぐらいですね。で、次にちょっと大物というか、大きいですね。これが、アルプスの、エアパッドですね。その地面に引いて寝袋の下に引くやつですね。これは長方形のやつなんですよね。今まで僕が持ってたのが、マミー型、こう下に行くにつれてつぼんでいる形のエアパッドなんですよ。それだとちょっと寝にくかったので、ちょっと大きい長方形の形にすることでちょっともう少し寝やすいかなって。大きさは僕そのバックパックキャンピングとかはしないので、大きさとか重さとかそんなに気にならないんですよね。車で運んで、車から下ろしてテントの中に入れるっていうだけなので、これを今回ちょっと買って、試してみようかなと思います。で、このアルプスのエアパッドが、元値が150ドル。で、それが、60ドルなので、だいたい 60% オフで買うことができました。バックカントリーというウェブサイトですね。で、次に、ストイックのこの寝袋ですね。これが、これもさっき言った長方形なんですよね。こういうマミー型じゃなくて。値段は80ドルが40ドルなので、50% オフですよね。で、これが、寝袋ですね。僕、キャンプに行くとハイキングで歩くことが多いし、寒い時もあるじゃないですか。なので、靴下を買ったんですよ。で、今回僕が買ったのが、ちょっと買いすぎっていうぐらい買ったんですけど、ダーンタフっていうブランドですね。ダーンタフっていうブランドで、もちろん概要欄に出してますけど、ちょっと5つ買ったんですけど、それぞれ違う種類ですね。これ見て分かるように長い膝下ぐらいまであるやつと、ブーツソックスという形で、ブーツに合うようなやつと、同じ長さですけど、クッションがあるとかですね。あと、アンクルソックス的なものを買って、これがそれぞれで、だいたい25ドルとかして、すべて 25% オフで買うことができました。なので、トータルが100ドルが、75ドルぐらい、70ドルぐらいになったって感じですね。これもまた後日違った形で、細かく見てレビューしていこうかなと思います。で、次に、これは奥さんの、インナーで着れるシャツなんですけど、アイスブレーカーの、結構気持ちいいやつですね。メリノウールで使ってて、寒くてもいけるし、汗かいても、通気性が良くて乾きやすいっていういいやつ、いいやつですね。が、元値が75で、それが52ドルぐらいで 30% オフです。これも結構安く、さっき言った、バックカントリーのウェブサイトから買うことができました。そして、最後にバックカントリー買ったドイタの、これが、子供をですね、
背中に乗せれるようにこう沿うことで沿って背中に子供を乗せてハイキングできるっていうものと、それに上につけるシェーダーですね、まあ、カバー、日が当たらないようにっていうものです。これがですね、キャリア自体が235、それが、買った値段が176なので、25ドルオフで、そのシェーダー、そのサンルーフが35ドル元値ですね、それを28ドルで買って 20% オフでしたね、っていうのがバックカントリーで買ったものです。次にやっぱりブラックフライデーとかやっぱセールというところがアマゾンですよね。アマゾンでもぼちぼち買いました。でも正直アマゾンそんなに安くなってる商品あんまりなかったかなと思います。だから僕たちが買ったのがここでももうすでにライトを使ってるんですけど、まあ、フロアランプですねを買って、まあ、大きい一つとリーディングライトがついたセットになってて、これいいなと思ったのはリモコンで、それぞれのライトを調整できて色味を3段階変えるとか、光の強さも3段階変えれる、オンオフもできるっていうフロアランプが、62ドルが50ドルぐらいで 19% ぐらいですね、 20% オフって感じですね。で次に買ったのがドライヤーですね。僕パナソニックのナノイーが出るドライヤーを8年ぐらい前に買ってきたのを日本から持ってきたんですね、アメリカに。でそれをずっと使ってきたんですけど、壊れてもう冷風しか出なくなったので今回新調しました。結構アメリカのドライヤーって強さ重視なんですよね、髪の毛をケアするというように。それを買って、そんなにブランドもこだわらなくて買いました。それが、35ドルが19ドルで 46% ぐらいをこうですね、ブラックフライデー。そして、結構大物、見て分かるようにもうどこで話してるのかなと、この枠、柵あるじゃないですか。これ、子供がこの柵で遊べるっていう、プレイペンっていうんですけど、これを、買ったんですけど、Amazon ですね。これが、200ドルが140ドル。で、30% オフですね。大体、縦横変えれるんですけど、2.5 メートル、2.5 メートルぐらいのプレイペンの柵で、子供が遊べるスペース。次に買ったのがダスターですね。ちょっと見にくいかもしれませんけど、いろいろ長さが調整できるやつで、このモフモフがついてて、この長さ変えるんですよ。どんぐらい？結構長いんですよ。ちょっと見にくいでしょうけど、3メートルぐらいまで流せて、シーリングファンっていうその天井にあるファンを掃除もできるし、ここが曲げれるし、という形で、買いました。これが17ドルが15ドルちょっとになって、10% オフで、そんなに安かったらですね、10% オフで買いました。で、次に買ったのが、コーヒーキャニスターですね。中身こんな感じですね。これが、バイカ、ちょっとブランド名は分かりませんけど、スプーンも、軽量カップもついてきましたね。容量がこれが、22オンスなんで、650ml ぐらい。の容量ですね。これコーヒー入れて、一応真空密閉できるようになるのと、あとここにダイヤルがあるんですけど、ちょっと見えるか分かりませんけど、これで、いつこの中身を入れたのかっていう日付を記録できるという。今までの使ってたものがプラスチック製だったんですよ。それがもう割れて密閉できなくなったので、今度は、アルミですねを使ったものを買いました。これが、20ドルが16ドルになって20%オフでしたね。以上が、Amazon です。今度は、ちっちゃいものになっていきます。サンディスクの SSD ですね。ポータブル。1テラの、SSD で転送速度が1ギガぐらい出るんですかね。1ギガパーセカンドだと毎速。最近ちょっと動画も撮り始めて動画のデータを扱うことになって結構速い転送速度が必要だなってことでこれを買いました。前までのやつがサムスンのやつが T3 とか T4 だったんで、これだとちょっともうちょっと最新で速いかなと思います。次にちょっとここに持ってこれなかったんですけど、ベッドバス&ビヨンドっていう結構大きいなんですかね、
寝具とか家庭品を扱った店があるんですよね。そこで、キングサイズのダウン掛け布団ですかね、羽布団を買いました。 3M とかいうランクのダウンらしいですね。結構あったかい、結構ちょっと僕薄く布団をかぶってたので厚手のが欲しいなということで、それにした。それがですね、240ドルしたんです、元値が。でも、買った値段が115ドルで、52%、まあ、半額ですよね。で買うことができました。そして布団系でつなげると、違う店なんですけど、コールズという大型のなんか家庭、まあ、イオンみたいなお店で、カバーですね、シーツ、そのダウン掛け布団のカバーシーツセットですねを買いました。で値段なんですけど、これが驚きです。ですね、元値が330ドル、結構高いですよね、あの掛け布団カバー。それが、なんと58ドルで、80% オフで、このジャージー素材でこのストレッチャー効いてみて気持ちいいというレビューがあったので、買いました。もう一つ、今度はベッドカバーですよね、マットレスカバーも、同じ、ちょっともうセットし、ベッドにセットしてるんで持ってこれなかったですけど、それをシーツセットを買って、それが同じコールズですね、が84ドルが63ドルで 25% オフで買いました。で、同じくコールズで買ったのが、コールズで今着てるやつ、このサーマルロンティーの、なんかナショナルパークとかなんかそんな感じのですね、いろいろあったんですけど、これが、元値が24ドルで、いろいろクーポンとか安くして、約8ドルですね、が、67% オフです。そして同じく、まあ、子供のパジャマですね、こういうサンタの、カーターズという、まあ、子供服で有名なアメリカですね、これも、子供のパジャマとして買って、20ドル、上下セットですね、20ドルが、あと4ドルです。で買うことができました。なので、80% オフですね、これも。で、そして奥さん念願のミキサーですね。まあハンドホールドで手で持つやつですね。いろいろ使って、いろいろアタッチメントが2つついてるやつですね。これが、ブラックプラスデッカーで書いてあって、昔ブラックデッカーというやつですかね。ハンドホールドミキサーが、40ドル元ね。いろいろまたクーポンがついて11ドルになったんですよね。が 73% オフって買うことができました。最後にも小物ですけど、ある意味すごい重要なキールズのスキンケアですね、まあ、僕のスキンケアなんですけど、ミッドナイトリカバリーコンセントレートというやつで、これが容量が1フルイド温泉 30ml なんですよ。1つが 30ml。 僕が今使ったのがこの大きいやつだったんですよ。これが 100ml 入ってるんですけど、これはもう売られてなかった、売り切れだったんですよ。なので、これを2つ買ったんですよ。 1つが、52ドルが26ドル、まあ、半額ですね。だから、まあ、1つ買ったら1つついてくるよという、バイワンゲットワンフリー防護ですね。で、ざっと紹介してきましたけど、今回ちょっと紹介しきれなかったものもあるんですよ。まあ、シリアルのセットとか、いろいろそのシリアルバーとかもあるんですけど、まあ、それはちょっと除外させてもらって、トータルの値段ですね。すべてこのセール期間中に、いくらで、元値が、2416ドルを買った値段が、1608ドル。で、買うことができました。なので、合計で800ドルセーブできた。810ドルぐらいセーブできました。なので、やっぱアメリカで生活する上で、この時期に必要なものを買うっていうのはいいアイディアかなと思います。僕の知り合いでは、今度の夏のためにプールを買ったとかいう人もいるぐらいなので、この時期にやっぱり、先を見て安いものを買うとか、クリスマスが終わったから、来年のクリスマスのためにクリスマスグッズをクリスマスが終わってから買うとかいう人もいるぐらいですから、この時期に買い物をするというのはアメリカの生活する上で、ちょっと知恵としていいのかなというふうに思います。あと、今回紹介して、ざっと紹介したので、他の動画でいろいろ細かいレビューもしていこうかなと思います。では、最後までご覧いただいてありがとうございます。もしよかったら、LIKE ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。では、次回の動画でお会いしましょう。